然太郎は舞台必要だが、ガレージには単体のみ、ひとまず同様のカスタマイズで。ちょっと見たい。やべ、スリーピースバンドじゃん、これ。どこで組が揃った。昔のビートルズこんな感じだったよね。ね。だがバンドとして演奏に厚みを出すには、ギターだけでは足りない。このガレージには他にもいる。ちょっとあいつはダメか。さらに勝る回、そして弓道さん、あいいっすね。どちらも打楽器持ちだが、ボーカルになった。いや、いいじゃん。バンドっぽくはなったが、どうやって鳴らせるかってをチェックしながら、とスタジオ移動しなくてはならないが、やっぱこれさ、アマチュアバンドだからさ、鳴らせるのはさ、自分たちでやんなきゃいけないと思う。そうっすね。俺らってことは、でしょ。俺え、落ちるよ。おお、持って飛んでった。へいちゃん。東京都心へ向け、バッテリーは満タン。空は曇りだが、いいか。猫じゃらし。問題はタイミング。幾度ものカスタムで器用になった彼に任せよう。もともとはピッチングマシン、再就職先を求めその不安をきれいに変え、やったー。持ち気の経験もある。この動きに新たなカスタマイズで、うん、彼ならうまく叩いてくれる。いいぞ。なるかな。さあ、ジングルビルといえば、それだよね、加えるとこうなる。鈴の音。このパンの鉄球は、競輪場でジャンルを鳴らし続けた彼。